私の名前がツイッターでトレンドに上がっております。この 火付役となった熊丸はい、皆さんどうも参議院議員の浜田聡でございます、えー。今回も動画を見ていただきましてありがとうございます。えー、ただいま、令和5年の6月26日月曜日、えー、時間が13時を過ぎたところでございます。はい、えー、ただいま、私の名前がですね、ツイッター上でトレンドに上がっております、えー。浜田議員、そして浜田さんという名前がですね、ツイッター上でトレンドに上がっております。えー、まずね、えー、この機会をまあ利用してで 私としても、えーまあ、チャンネル登録を増やすなり Twitter、まあ、フォローインスタグラムフォローなどをしていただければと思います。はい、ということで、まあ、今回はですね、まあ、熊丸英二という方の妄想についてお話をしたいと思います。えー、まずですね、まあ、熊丸イジという方はですね、まあ、このような、あこ、こ、ここの方でございます。えー、一応ですね、まあ,あの、 NHK から国民を守る党、そして NHK 党に、まあ一応ね、あの、候補者として、まあ関わっていただいていること、方であります。2019年のですね、まあ参議院選挙においては、あの、比例代表で当時の NHK から国民を守る党で、立候補をしておりますということで、まあ当時のね、あの、参議院選挙の比例代表において、NHK から国民を守る党はですね、まああの、100万票を ま、100万票近くね、得票をいただいたことで、一1議席を獲得することができました。改めて皆様に感謝を申し上げます。はい。で、まあ、その時にですね、まあ、党としては、え、まあ、100万票、98万票ぐらいだったと思うんですけれど、まあ、比例代表の中ですね、あの、個人、 の得票としてはですね、立花党首が、えー、十数万票で、まあ、1位でまあ当選をされたということでございます。で、私は9308票ということで、まあ、2位でございました。で、まあ、の3位、4位がですね、まあ、それぞれ岡本幸信という方と、あと熊丸英二という方でございます。えー、岡本幸信と、えー、氏はですね、4000票台だったと思いますし、えー、熊丸英二氏は2000票台だったかと思います。 ということで、参議院のですね、まあ、比例代表のまあ得票数の順位としてはですね、私が2位、そして熊丸英治氏が4位という形になっております。で、まあ、今回ですね、一応熊丸英治氏にとってはですね、まあ、あの順位、比例の名簿に入っておりますので、まあ、の場合によってはですね、その自分がまあ国会議員になれる可能性を秘めている、ある意味ラストチャンスということでですね、 まあ、いろいろと、まあ、頑張っているんだろうなと思います。で、まあ、あの、今回、まずですね、私の熊丸英二氏に対する、まあ、評価ではありますが、まあ、議員の資質としてはですね、まあ、大変疑問であるところでございます。えー、こういう方がですね、まあ、まあうん、まあ、まあ、議員になっても、まあ、基本的には何も世の中は動かないと言いますか、まあ、結局、こういう方に、まあ、税金が支払われることになって、えー うん、まあそういう意味ではですね、えー、世の中にとってマイナスの影響が、まあ、あるのではないかと思います。えー、ということで、まあ、マイナスというとちょっと言い過ぎかもしれませんが、まあ、少なくともですね、はいあの、多分何もされることはないんじゃないかなと思います。というのもですね、えー まあ、比例代表でですね、まあ選挙に出て、まあ、あの、私が、まあ、繰り上げ当選をしたわけなんですけれど、まあ、今後ですね、繰り上げだと、えー、繰り上げ当選で、まあ、自分に、えー、ね、議席が回ってくる可能性を、 まあそういうのをですね、自分自身意識しているのであればですね、まあ、それ相応の努力が必要なんではないかなとは思います。えー、まあ少なくともですね、私自身はですね、えー、まあ国会議員として活動しているわけですが、まあ、それと同時に、えー、やっぱり自身の発信というのはですね、すごく意識しているわけなんですね。まあ、具体的にはこの YouTube チャンネルで、まあ、動画のアップもそうですし、えー、ブログ記事もそうですね、えー、ということで、 YouTube の、ね、発信であったり、まあ、ブログの発信、これはもう毎日続けているわけでございます。まあ、少なくともですね、まあ、そういう努力はまあしてもらわないと、議員としてのですね、支、ま、出、あ、としてはもう少なくともお話にならないんじゃないかなと思いますが、まあ、熊丸栄治さんがこういうことを、ねまあ、されていたのかどうかというのは非常に疑問に残るところであります。ということで、 まあ、ただね、あの、そういう可能性が、まあ、残っているということで、えー、なんか、今回ね、あの、お話をですね、まあ、出されているわけでございます。えー、まあ、この件に関してはですね、まあ、そうですね、まあ、少し私の方で説明をさらにさせてもらうとですね、えー、一応私の、まあ、議員の資格をですね、まあ、剥奪を、まあ、狙っているみたいな形では、 あのツイッターの方でね、あのスペースでお話を、大津彩加さんとですね、あの話をされていたようではありますが、まあ、ただですね、議員の資格剥奪っていうのは、もう相当ですね、制限されております。えー、少なくともねですね、 まあ、正当にその権利はね、えー、ないとは思います。まあ、できるとしても、まあ、議員辞職せよという勧告ぐらいかなと思います。えー、ね、あの、先日といいますか、まあ、今年のね、3月、ガーシー議員が、まあ、除名をされましたが、まあ、それはね、あの、多くの国会議員が、まあ、除名にね、えー、趣旨にまあ賛同する必要があるということで、まあ、手続き上も、まあ、かなりね、あの、非常に ま、ハードルが高いものでありますので、まあ、政党の一存で、ま、そんなのはできるわけではありませんし、えー、ま、党首がね、あの、仮に大津彩香さんだとしてもね、そ、そ、あのそ,その権利は、ま、ないということでございます。ということで、まあ、とにかくね、あの、何を言っているのかという感じではありますが、はい。で、まあ、ただ、ね、あの、政治的なね、こういう権力闘争っていうのはね、 可能性としては、まあ、いろいろな可能性が、ま、あるわけでございますので、えー、ちょっと、ま、皆さんにはですね、ま、デマとはいえですね、いろいろな、思惑といいますか、まあ、考えをね、巡らせるということで、 まあぜひですね、まあこういう機会にそういったことを、まあ、考えてもらえればと思います。まあ私自身はね、議員辞職をする必要はないと思いますし、まあ基本的にはね、衆議院の蔵替えの話も、えー、勝手に出されている人がいますけれど、まあそちらもね、基本的にはもう意思はありませんということで、まあ任期満了の2025年の、えーまあ、夏頃まではですね、参議院議員として活動をするつもりでございますと。 そこはですね、まあ、お伝えさせてもらえればと思います。まあ、その先についてはですね、まあ、あの、可能であればですね、今いる政党で、比例代表で立候補させてもらえたらとは思っているところです。まあ、そうですね、まあ、次のね、あの、選挙に、まあ、自分の名前が、まあ、どれぐらい書かれているかっていうのはですね、まあ、自分でも非常に気になるところなんですよね。まあ、その、 まあそのね、得票数に応じて、まあ自分のね、やった仕事の評価になるとは思いますので、まあそこはね、あの、そういう特定に関してはですね、まあ次の選挙は意識しているつもりではあります。はい。ということで、あとですね、えー、その、と、政党内で、まあ議席をローテーションすることについてはですね、令和さんがちょっとね、打ち出していると聞いております。えー、2019, 2019年じゃなくて、2022年、昨年かな昨年のまあ参議院選挙で、えー、ね、あの、令和新選組のまあ比例代表で当選した、えー、はい、あの、水道橋博士さんがですね、えー、はい、水道橋博士さんと、 あとは、まあ、天畑さんがね、あの、まあ、当選をされて、あとは、東京都の選挙区から、まあ、山本太郎さんがね、当選されたわけなんですけれど、まあ、比例代表の、で、当選された水道橋博士さんがですね、まあ、あの、うつ病で議員辞職をされて、そして、大島くそさんがね、あの、繰り上がったということが、えー、ありましたが、まあ、そこについてはですね、あの、まあ、令和新選組としてはですね、その一議席を、まあ、ローテーションすると、まあ、されておりますが、 まあただね、あの、これに関しても、政党がそういう方針を打ち出したからといってですね、大島くすさんが、まあ、それを拒否すれば、あの、大島くすさん自,自身はですね、えー、国会議員で、まあ、居続けることが、まあ、可能であるというわけでございます。まあ、最終的にはですね、えー、まあ、議員個人の、ね、え、まあ、意思がね、最大限尊重されるということではないかと思います。ということで、まあ、とりあえずね、そういう、 話ですので、ま、熊丸英二さんが、ま、どういう形で、えー、ね、あの、まあ、私に議員辞職を迫るのかということに関してはですね、ま、いろいろと疑問が残るところでございます。えっ、ー、と、まあ、あとですね、 そうですね。おそらく熊本栄二さんが私をね、あの、議員辞職させたいということで、まあ、手段として利用されていることについて、えー、一つあって、まあ、それがですね、えー、飲酒運転疑惑みたいなことをね、あの、おっしゃられているわけでございます。えー、まあ、飲酒運転といってもですね、まあ、あの、車ではなくてですね、まあ、自転車に関することで、まあ、先日かな、まあ、6月入ってるか5月なのか、ちょっと忘れたんですけれど、まあ、私がですね、えー、政治家女子の方に、まあ、 誘いいただいて、えーまあ、一緒に、ね、飲み会をしたわけなんですね。でその時に、まあ、飲み会の後に私が、まあ、自転車で、えー、帰ったということで、まあ、そ,そ,そこで、えー、飲酒運転疑惑という、ねえー、ことを Twitter で,、ねまあ、で持ち出されているわけでございます。まあ、この点に関してはですね、まあ、皆さんが、まあ、どなたかがですね、えー、党の 記者会見なりなんなりでですね、まあ質問いただければ説明しようと思っていたんですけれど、まあとりあえずそういうこともないです、ないみたいですし、まあ気になる方も結構おられると思いますので、まあ、私の方からお話しさせてもらいますと、まああの日はですね、まあ飲み会でアルコールを、まあ 摂取しで、まあ前半は、えー、お酒、ね、ビール飲んで、ビールとワインを飲んだのかな。で、その後はですね、えー、まあ後半の方はもう、あの、ノンアルコールビールであったり、ウーロン茶にまあしておりまして、まあアルコール自体はね、あの、飲み会終わった時はもうほぼほぼ抜けていた状態ではあります。ということで、私もですね、自転車で飲酒運転は、まあの、まあ適切ではないといいますか、一応ね、飲酒運転に該当するということについては、 承知をしておりましたが、まあ、それをね、意識しないぐらいですね、アルコールが抜けていた。で、まあ、しかもね、あの、政治家女子の方、私のね、あの、な、いろんなことをね、あの、アップされるというのはもう承知の上でしたので、まあ、その上で、えー、まあ、それに気づかないほどですね、えー、まあ、アルコールが抜けていて、私が連、ね、自転車に乗ったというのは、まあ、そこに関しては事実でございますが、まあ、果たして、それで、えー、私の議員のですね、あの、 まあ、資格を剥奪できるのかというと、まあ、肌肌疑問であるというところは申し上げておきたいと思います。というわけで、まあ、適切な行為ではないとは思いますが、あまあ、そこまで悪いことをしたのかという、私自身の、ね、罪の意識というのがもう全く、全くと言っていいほど、まあ、ないとは思います。ということで、まあ、確かにね、あの、自転車、えー、失礼、お酒をね、飲んだ後に関しては、 ねまあ、正常な、ね、判断ができない状態では、ね、自転車は、ね、乗るべきではないと思いますが、まあ、とりあえず、あの,あのと時に関してはですね、まあ、アルコールを摂取していたこと自体をです、ねまあ、忘れるほどアルコールは抜けていたということでありますので、まあ、今更それを、ね、実証、本当に飲酒運転になるのかどうかというのをね、えーまあ あの、そ、それをね、実証すること自体は、まあ、不可能なんじゃないかなと思います。あの、車だとね、別ですよ。あの、これはもう、あの、車だと、えー、同じ状況ね、自動車だと、あの、まあ、当然ですね、あの、非常に問題だと思いますが、まあ、それがね、あの、自転車でございますので、えー、私自身はですね、 まあそこまで問題視をしていないということはですね、お伝えをさせていただきたいと思います。というわけで、えー、以上でございます。はい。グッドボタン、チャンネル登録、よろしくお願いいたします。えー、ではまた別の動画でお会いしましょう。最後までご視聴ありがとうございました。はい。NHK に受信料を払わない国民を増やすことで NHK を壊す。はい。どうもありがとうございました。